の1回出て回っていくのかな、あっちに、はい、入って左のねっていうことでございます。はい、うわ、上茶谷選手がめっちゃ教えてくれてるよね。え、新人を取り損ねた上茶谷が、いや取り損ねた言い方やめてください。いや本当に新人をね、新人を村上取られちゃったわね。まあちょっとね、あれは入り目のアクセルでしたから、まあ、最後ね、近本とね一騎打ちになると、まあ、10代でね、30本以上打つとそうなっちゃうのかなっていうね。あ、そうですよ、10代ですから。10代ですとね、あとこれです。いや、佐藤さん、どうした。あと内外ゴンがもうシャウをかけて出した。おう、大島、これですよ、軟式ボール。はい、これ軟式ボールに見えるじゃないですか、中にセンサーが入ってまして、ね、はい、ダイソーボールで、これそうなんですよ、投球を測定ってテクニカルピッチです。テクニカルピッチ、あ、これでもう試合球とかじゃなくてそういった機能が入ってるってことね、はい、中にセンサーが入ってる。そうそうだ、入ってて、これアプリと連動して投げるじゃないですか、うん、すると球速、回転数が分かる、さらに回転軸が分かるそうなんですよ。これこれ、あの、ね、皆さん、ブースが内外ゴムはあの、まあ、ステージ左側にありますね、はい、自分の能力を知っておくということが大事なのかね。